本日はイタリアワインについて解説を行っていきます。イタリアは南北に長く伸びた国土の地形で、山岳丘陵地帯が多く、標高や傾斜も異なります。そのため気候、土壌も多様で、栽培されるブドウ品種、栽培方法なども地方ごとに大きく異なります。その多様性がイタリアワインの最大の特徴で、それらを学んでいくことが試験対策としても重要です。イタリアは20州のすべてでワインが作られていますので、それぞれの州の位置を地図上で指せるように地理的関係を抑えることがまず重要です。その上で各州の地図をさらに広げるイメージで、原産地故障のエリアを覚えていきましょう。この動画ではまずイタリアワインの概要について解説を行います。続く動画で比較的テロワールの似通った北部、中部、南部とエリアを分けて、それぞれのパートに分け解説を行っていきます。北側をアルプス山脈に守られ、残り3方を地中海に囲まれたイタリアは温暖な気候で、日照にも恵まれており、ブドウの育成期にはほとんど雨が降りません。まさにブドウ栽培には理想的な環境で、古代ギリシャ人がエノトリアテルスと称えました。イタリアはワインの世界三大生産国です。最新の教本に載っている2019年のデータによると、生産量はそれぞれイタリア4750万ヘクトリットル、フランス4220万ヘクトリットル、スペイン3370万ヘクトリットルです。この3カ国の合計で世界のワインの生産量の 47.8% を占めます。紀元前2000年頃からすでに原始的なワイン作りが行われていました。ちなみにフランスにワイン作りが伝わったのが紀元前6世紀頃と言われていますので、そのずっと昔からワイン作りの歴史があります。本格的なブドウ栽培を伝えたのはギリシャ人とエトルリア人で、彼らは紀元前8世紀から1世紀にわたり建築、製鉄などの高い技術を持ち、洗礼された文明を繁栄させていました。中世には信仰と薬用のためとして、修道院で徐々に高品質なワインが作られるようになりました。中世の末期に差し掛かると、経済も発展したことでワインが庶民レベルにまで普及していきました。品質はともかく、ワインを飲む習慣が根付き、食事の一部と考えられるようになり、それは現在まで続いています。国土が南北に広がるイタリアでは、北部では比較的冷涼、中部は温暖で、南部は暑いという傾向があります。他の生産国と同様に、地域ごとに相性のいいブドウが栽培されています。イタリア全土においては、黒ブドウではサンジョベーゼ、白ブドウではグレーラが最大の栽培面積を誇ります。サンジョベーゼは全ブドウの栽培面積1位を誇ります。北部の主要品種は、黒はネッビオーロ、バルベーラ、ドルチェット、ブラケット、ピノネーロ、コルビーナ。白はコルテーゼ、アルネイス、モスカートビアンコ、シャルドネ、リースリング、ガルガネガ、トレビアーノ、グレーラ。北部地域は比較的冷涼で、ネッビオーロ種から作る高級ワインのほか、白ブドウではシャルドネやリースリングといったフランス系の国際品種も栽培されています。中部の主要ブドウ品種は、黒はサンジョベーゼ、カナイオーロネーロ、メルロ、カベルネソーベニョン、モンテプルチアーノ。白はベルナッチャ、トレッビアノトスカーノ、マルバジアビアンカ。中部は比較的温暖な地域で、イタリアを代表する品種であるサンジョベーゼのほか、トスカーナ州ではメルローやカベルネソーヴィニョンから高品質のワインが作られます。南部の主要ブドウ品種は、黒はアリアニコ、プリミティーボ、ネグロアマーロ、ガリオッポ、ネロダボラ。白はグレーコ、フィアーノ。高温な南部地域ではブドウ栽培は冷涼な気候を求めて、標高の高い位置などで行われます。ワインにおいては白ワインより赤ワインの方が多く生産されています。中央アジアのコーカサス原産のビティスビニフェラ種がギリシャを経てイタリア南部に伝わり、そこからイタリア半島を北上し、ヨーロッパ各地に伝播していきました。
その過程でイタリア半島には多くの固有品種が残り、今でも重宝されています。イタリアは20州すべてでワインが作られていますので、それぞれの州の地理的位置を覚えることが重要です。イタリアはブーツの形の上を北部地域、中央を中部地域、下部分を南部地域と3つの地域に分けて覚えます。北部地域の州はバッレダオスタ、ピエモンテ、リグーリア、ロンバルディア、トレンティーノ・アルト・アディジェ、ベネト、フリウリ・ベネチア・ジューリア、エミリア・ロマーニャ。北部地域は北はアルプス山脈に面し、比較的冷涼な地域も多いのが特徴です。ネッビオーロ種で作るバローロやアルバレスコなど高級赤ワインを生むピエモンテ州があるほか、冷涼な地域で白ワインの生産が盛んな州が多いことも特徴です。ベネト州はイタリア州別ワイン生産量のトップを占めることが多いです。中部地域の州はトスカーナ、ウンブリア、マルケ、ラツィオ、アブルッツォ、モリーゼ。中部から南部にかけては中央にアペニン山脈が走り、西のティレニア海側と東のアドリア海側に分かれます。中部では高品質な赤ワインを生むトスカーナ州が最も有名です。南部地域の州はカンパーニア、プーリア、バジリカータ、カラブリア、シチリア、サルデーニャ。南部は温暖で日照量に恵まれ、赤ワインの産出が中心の地域です。各州について地図上でその位置を指せるように覚えていきましょう。イタリアのワイン法の歴史は1716年にまで遡ります。トスカーナ大公国のコジモ3世は、当時著名な生産地であったキャンティ、カルミニャーノ、ポミーノ、バルダルノ・ディ・ソプラの4つについて、ここ以外で作ったワインの名前にその地域名を使用することを禁じました。これが最初の原産地呼称制度となりました。19世紀には醸造業者たちによってキャンティワインの産地が定められ、20世紀には1920年代にバローロなどワイン産地の指定が行われましたが、国全体での統一したワイン法はまだ確立されていませんでした。そうして1963年に DOC 法といわれるワイン法が作られました。トップカテゴリーには保護原産地呼称ワインである DOCG、DOC があり、続いて保護地理表示ワインである IGT、最も下に位置するのが VDT でした。その後2008年に改正された EU のワイン法に合わせてイタリアワイン法も改正され、2010年5月から新たに施行されました。新しいワイン法によって保護原産地呼称ワインである DOCG、DOC は DOP に、保護地理表示ワインである IGT は IGP に、そして地理的表示のない VDT はビノに変更されました。ビーノノベッロとはイタリアワインの新種のことで、フランスでいうボージョレ・ヌーボです。味わいや香りは早熟のブドウを使って作られるワインのため、軽やかで豊かな果実味を備えています。生地にはアルコール度数 11% 以上、糖度は1リットルあたり 10g 以下にする規定があり、ブドウを収穫した年の12月31日までに瓶詰めしなくてはならないなど、いくつかの規定が存在し、それらを遵守して作られます。ノベッロを作る際にはボージョレ・ヌーボと同様に炭酸ガス浸積法という製法が使われます。炭酸ガス浸積法はブドウを破砕せず、発酵の際に生じる二酸化炭素と一緒にタンクの中に置くことで、フレッシュな香りと渋みが少なく濃い色合いを兼ね備えたワインを生み出す醸造方法です。ビーノノベッロの解禁日は10月30日ですので、どの新種よりも早く解禁日を迎えることも特徴です。白ワインで薬草を混合して作る混成ワイン、ピエモンテ州のベルムートディトリノ、ワインではありませんが、カンパーニア州のソレント半島でレモンの皮から作るリキュールのレモンチェッロ、ブドウの搾りかすから作る蒸留酒のグラッパなどがイタリアを代表するお酒として有名です。
本日はイタリア北部地域のワインについて解説を行っていきます。北部地域は北はアルプス山脈に面し、比較的冷涼な地域も多いのが特徴です。ネッピオロ種で作るバローロやバルバレスコなどの高級赤ワインを生むピエモンテ州があるほか、冷涼な地域で白ワインの生産が盛んな州が多いことも特徴です。北部地域の州における最新のワイン生産量データをまとめると、赤ワインが 31.9%、 白ワインが 68.1% の比率です。ワイン生産量が最も多いベネト州の白ワイン生産量が 81% と多いため、全体に大きな印象を与えていますね。試験対策としては各州にある DOCG をきっちり抑えていくことが重要です。中でもピエモンテ州、ロンバルディア州は高級ワインの産地、ベネト州は州別生産量トップを占めることが多い大産地として重要度が高いです。イタリア北部地域は北はアルプス山脈に面し、比較的冷涼な地域も多いのが特徴です。北部地域の州はバッレダオスタ、ピエモンテ、リグーリア、ロンバルディア、トレンティーノアルトアディジェ、ベネト、フリウリベネチアジュリア、エミリアロマーニャ。バッレダオスタ州は面積、人口ともに最小の州で、イタリア北西部に位置し、北はスイス、西はフランスと国境に接しています。ワイン生産量は20州の中で最も少なく、赤ワインの生産が 64% と半数以上を占めます。ワイン用のブドウ品種は22品種認められており、この州でしか栽培されていないユニークなものもあります。 DOP ワインは DOC のバッレダオスタのみで、 DOCG はありません。ピエモンテ州は山のふもとという意味で、アルプスの山麓から南に広がります。トスカーナ州と並ぶ2大名城地で、面積は全20州中シチリア州に次いで第2位の大きさです。長年この地を支配していたサボイア王家がフランスのサボア地方出身であったことから、習慣、文化にはフランスの影響が色濃く見られます。ワイン生産量の約 94% を DOP ワインが占め、 DOP ワインの名醸数がイタリアの中で第1位と高品質ワインの産地です。また赤ワインの生産が全体の約 59% を占めます。主要品種は、白はコルテーゼ、アルネイス、モスカートビアンコ、黒はネッピオーロ、バルベーラ、ドルチェット、ブラケット。ネッピオーロはピエモンテ州だけではなく、イタリアで最も高貴な黒ブドウ品種の一つです。収穫が遅い品種のため、ブドウ畑の霧がかかることからこの名前がついたと言われています。北ピエモンテではスパンナ、バルテリーナではキアベンナスカと呼ばれています。 DOCG はバローロ、バルバレスコ、ガッティナーラ、アスティ、ブラケットダックイ、ゲンメ、ガビー、ロエーロ、バルベーラダスティ、バルベーラデルモンフェラートスペリオレ、ドルチェットディオバータスペリオレ、ドルチェットディディアーノダルバ、エルバルーチェディガルーゾ、ルケディカスタニオレモンフェラート、アルタランガ、ドリアーニ、ニッツァ、テッレアルフィエリ。バローロはワインの王、王のワインと称される偉大なワインです。バルバレスコはバローロと並び称される高貴なワインで、バローロの弟分と呼ばれていましたが、今では異なるエレガントさを明確に売り出すようになっています。共に1981年に最初に認められた DOCG で、ネッピオーロ 100% で作られる長期熟成タイプの赤ワインを生みます。ガッティナーラがある州の北部では、ネッピオーロをスパンナという別名で呼びます。アスティは日本でも有名です。微発泡のモスカートダスティと発泡性のアスティスプマンテに分かれます。白はモスカートビアンコ 100% で作られます。他に白ワインのみが認められている DOCG はガビーとエルバルーチェ・ディ・カルーゾです。ガビーはコルテーゼ 100%、 エルバルーチェ・ディ・カルーゾはエルバルーチェ 100% で作られます。
ロエーロとフェッデアルフィエーリは赤と白が認められている DOCG です。それぞれ赤はネピオーロ、白はアルネイス主体で作られます。また、フェッデアルフィエーリは2020年に認定されたピエモンテ州で最も新しい DOCG です。アルタランガはピノノワール、シャルドネで作るロゼと白の発泡性の DOCG です。瓶内二次発酵で作られ、ノーマルは30ヶ月、リゼルバは36ヶ月の熟成期間が定められており、生産されるすべてのワインにヴィンテージの記載が義務付けられています。リグーリア州は州の 65% が山岳地帯で、35% が丘陵地帯と平野はないため、ワイン生産はバッレダオスタ州に次いで少ないです。州都のジェノバはイタリア最大級の貿易港です。多くの冒険家、探検家を輩出しましたが、最も有名な人物は新大陸発見のクリストファー・コロンブスです。白ワインの生産が 68% と多く、ボスコ、アルバローラ種からは個性的で複雑な、ベルメンティーノ種からは繊細で柔らかく、黄桃のアロマを持った後口にかすかなほろ苦さを感じさせるワインを生みます。海に迫る断崖の上に家々とブドウ畑が連なるチンクエテッレ地区は世界遺産に登録されていて、その地区で作られる DOC、チンクエテッレが有名です。ロンバルディア州はイタリアで最も裕福な州で、国民総生産の4分の1を生み出しています。工業、金融、商業の中心地であるミラノはファッションの都でもあり、多くの外国人観光客が訪れます。DOCG はフランチャコルタ、バルッテリーナスペリオーレ、スフォルツァートディバルッテリーナ、オルトレトパベーゼメトードクラシック、モスカートディスカント。フランチャコルタはイゼオ湖の南に広がる氷堆積丘陵が産地の瓶内二次発酵で作られる高級スパークリングワインの産地です。シャルドネ、ピノネーロ、ピノビアンコなどから作られます。スイスとの国境に近いバルッテリーナでは山の急斜面にブドウ畑が張り付き、非常に困難な条件と戦いながらブドウ栽培が行われています。地元ではキアベンナスカと呼ばれるネッピオーロ主体でワインが作られます。バルッテリーナスペリオーレはワンランク上のバルッテリーナで品格のある複雑なワイン。スフォルツァートディバルッテリーナは陰干ししたブドウから作られますが、山ワインならではのフレッシュさを保持しています。スフォルツァートは強化したを意味し、もともとは薬種として扱われていました。トレンティーノ・アルト・アディジェ州はイタリア最北に位置し、北はオーストリア、スイスと国境を接する州です。白ワインの生産が 73% とイタリアを代表する白ワインの産地です。白ワインはピノビアンコ、シャルドネからすっきりした酸を持つフレッシュな味わいのものが作られています。赤ワインは土着品種のスキアーベやラグレインから濃厚な果実味のものが作られています。土着品種の黒ブドウテロルデゴから作られる DOC テロルデゴロタリアーノや瓶内二次発酵のスパークリングワインでロゼ白が認められている DOC トレントが有名です。ベネト州はワインの生産量で全20州中でトップになることも多く、また東に隣接するフリウリ・ベネツィア・ジューリア州とともに白ワインの生産地として有名です。DOP ワインは全生産量の約 76%、白ワインの生産比率が約 81% と多いです。国際ワインの見本市、ビーニタリーが毎年開催されるベローナは、イタリアワインの首都と呼ばれています。グラッパで有名な町、バッサノデルグラッパもあり、蒸留酒も盛んに作られています。7世紀に小さな島が集まって誕生したベネツィアが徐々に勢力を拡大し、東方貿易の独占により大いに繁栄しました。キプロス島、クレタ島なども支配下に収める巨大な共和国となり、この頃アドリア海の女王と称えられていました。主要品種は、白はガルガネガ、トレビアノディソアベ、グレーラ。ガルガネガはギリシャ系の品種で、ベネト州を代表する上品な果実味を持つ品種です。黒はコルビーナ、ロンディネッラ、ラボーゾ。コルビーナは
ベネト州を代表するチェリーの香りと適度な酸とタンニンを持つ品種です。 DOCG はレチョートディソアーベ、バルドリーノスペリオーレ、ソアーベスペリオーレ、レチョートディガンベラーラ、コンリアゾラーニプロセッコ、コネリアのバルドビアデネプロセッコ、アマローネデッラバルポリチェッラ、レチョートデッラバルポリチェッラ、バニオリフリウラーノ、コーリディコネリアーノ、コーリエウガネイフィオルダランチョ、リソン、モンテッロロッソ、ピアーベマラノッテ。ソアーベはベネト州の白を代表する銘柄です。陰干しブドウから作られる甘口ワインのレチョート、通常のアルコール度数より 1% 以上高い場合に使用できるスペリオーレが DOCG に認められています。ブドウ品種はダルガネが 70% 以上で作られます。一方、赤を代表する銘柄はアマローネデッラバルポリチェッラです。アマローネの言葉は苦味という意味があります。陰干ししたブドウを発酵させる伝統製法によって生み出されます。ブドウ品種はコルビーナ主体で作られ、芳醇な香りとビロードのような口当たり、深みのある味わいで他にはない個性を持ちます。リソンは一部フリウリベネツィアジュリア州にまたがる DOCG です。白の実が認められていて、ブドウ品種はタイ主体です。タイは以前は都会フリウラーノと呼ばれていました。フリウリベネツィアジュリア州は北はオーストリア、東はスロベニアと国境を接し、イタリア語以外にドイツ語、スロベニア語も州の公用語として認められています。白ワインの生産が 85% と多く、甘口白の DOCG、ラマンドロ、コルリオリエンタールデルフリューリピコリットが有名です。エミリアロマーナ州は高級食材のパルマの生ハム、パルミジャーノレッジャーノチーズ、バルサミコ酢などが有名で、高級自動車のフェラーリやマセラッティも重要産業の一つです。白ワインの生産が 53% とやや多く、発泡性、微発泡性の DOC、ランブルスコ、古代ローマ時代から伝わる白ブドウのアルバーナで作る DOC、ロマーニャ・アルバーナが有名です。イタリア北部地域は高級ワインのバローロやバルバレスコ、世界的に人気な陰干しブドウから作られるアマローネ、高級スパークリングワインのフランチャコルタ、イタリアを代表する白ワインのソアーベなど、素晴らしいワインがたくさんあります。本日はイタリア中部地域のワインについて解説を行っていきます。中部から南部にかけては、中央にアペニン山脈が走り、西のティレニア海側と東のアドリア海側に分かれます。中部で高品質な赤ワインを生むトスカナ州が最も有名です。中部地域の州における最新のワイン生産量データをまとめると、赤ワインが 59.4%、白ワインが 40.6% の比率です。中部地域のワイン生産量の 25% を占めるトスカナ州が赤ワインの比率 87% と多いため、全体の印象に大きな影響を与えていますね。またアブルツォ州は中部地域のワイン生産量の 35.4% を占めます。この2つの州で中部地域のワイン生産量の 60.4% を占めるため、ポイントはこの2州と言えると思います。高級ワインの産地としてはやはりトスカナ州が北部のピエモンテ州と並んで有名です。中部地域とはいえだいぶ偏った解説になりそうですが、要点をサクサク進めていきます。春吉のお店でもオンリストしているおすすめのイタリア中部のワイン、概要欄に貼ってありますので、そちらもぜひポチってお試しください。それでは本日も楽しんで学んでいきましょう。イタリア中部地域は、中部から南部にかけては中央にアペニン山脈が走り、西のティレニア海側と東のアドリア海側に分かります。中部地域の州は、トスカーナ、ウンブリア、マルケ、ラツィオ、アブルッツォ、モリーゼ。トスカーナ州は中部地域で最も有名な産地で、ピエモンテ州と並び二大名城地として知られています。ワイン生産量の約 63% を DOP ワインが占め、 DOP ワインの名城数が
ピエモンテ州に次いでイタリアの中で第2位と高品質ワインの産地です。また赤ワインの生産量が全体の約 87% と多くを占めています。イタリア文化の重要な中心地でダンテ、ガリレイ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、マキャベッリなど文化史の世界的巨人を多数輩出しています。トスカーナ人は非常に垢抜けした趣味や嗜好を持ち、おしゃれでセンスのいい人が多いです。自己アピール能力に長けていて雄弁な人が多く、トスカーナワインの世界的大成功も彼らのこのような資質によるところが大きいかもです。彼らのルーツは紀元前9世紀にこの地に登場したエトルリア人で、未だにその起源がわからない神秘的な民族です。エトルリア人は高度な文明を誇り、中部イタリアを広い範囲にわたり支配していました。紀元前3世紀頃になると拡大を始めたローマがエトルリア人を破り、トスカーナを支配に収めました。14世紀、15世紀には銀行業で富を得たメディチ家をリーダーとして、稀に見る文化的繁栄を生み出し、ルネッサンスの中心地となりました。その後、トスカーナ大公国となり、メディチ家の支配が1737年まで続きます。1716年、トスカーナ大公国のコジモ3世は、当時著名な生産地であったキャンティ、カルミニャーノ、ポミーノ、バルダルノ・ディ・ソプラの4つについて、ここ以外で作られたワインの名前にその地域名を使用することを禁じました。これが世界最初の原産地保護の例となりました。イタリアワイン法の細かな解説はこちらの動画で触れています。1870年前後には、ベッティのリカーゾリ男爵がキャンティワインのベースとなる品種構成、フォルムラを定めました。フォルムラはレシピのことで、サンジョベーゼ 70%、カナイオーロ 20%、マルバジアデルキャンティ 10% のキャンティワインのベースとなるブレンド比率のことです。主要ブドウ品種は、白はベルナッチャ、マルバジアビアンカ、トレッピアーノ、黒はサンジョベーゼ、カナイオーロネーロ。サンジョベーゼはイタリア中部地域を原産とする赤ワイン用ブドウ品種です。名前の直訳がジュピターの地であることから、古代から存在していたブドウと言われています。DOCG は、ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ、ビーノ・ノビレ・ディ・モンテプルチアノ、キャンティ、キャンティ・クラシコ、カルミニアノ、ベルナッチャ・ディ・サンジミニアノ、モレッリーノ・ディ・スカンサーノ、エルバ・アレアティコ・パッシート、モンテ・クッコ・サンジョベーゼ、ロッソ・デ・ラ・バルディ・コルニア、スベレート。ブルネッロ・ディ・モンタルチーノの主要品種はサンジョベーゼです。50ヶ月以上の熟成、うちキダルが2年以上必要です。また、ブドウ収穫年から5年目の12月末より前に消費することが禁じられています。シエナ県モンタルチーノ村で作られる偉大な赤ワインです。キャンティはサンジョベーゼをベースに作られるイタリアで最も有名な故障の一つです。フィレンツェとシエナの間に広がる丘陵地帯がキャンティ地方と呼ばれ、もともとはこの地方で作られるワインをキャンティと呼んでいました。しかし、あまりにも人気が高いので、生産地区がキャンティ地方以外にも拡大したため、独立し、キャンティクラシコを名乗るようになりました。サンジョベーゼの使用割合は、キャンティは 70% 以上に対して、キャンティクラシコは 80% 以上です。キャンティクラシコ生産地区は、7万2000ヘクタールととても広く、村によって特徴が異なるため、村名表記が長年議論されてきました。現在では UGA と呼ばれる11地区名をラベル表記することの生産規則変更が協会の総会で認められました。当面は最高カテゴリーのグランセレツォーネのみで使われる予定です。カルミニアノはトスカーナ州の伝統的な呼称には珍しく、カベルネソーヴィニョンがブレンドされます。1716年にトスカーナ大公コジモ3世が原産地呼称の線引きをした際に、キャンティなどと共に指定されたワインで、中世以来の歴史を誇ります。ベルナッチャ・ディ・サンジミニアノは、トスカーナ州で唯一の白ワインの DOCG です。世界遺産である美しい100の塔の町、サンジミニアノ周辺で作られます。モレッリーノ・ディ・スカンサーノを作るこの地域では、サンジョベーゼをモレッリーノと呼びます。スベレートの主要品種は、カベルネ・ソーヴィニョン、メルロー、サンジョベーゼです。
トスカーナ州では珍しくカベルネ・ソーヴィニョン、メルロー主体で作られます。主な DOC はポミーノ、ボルゲリ、ボルゲリ・サッシカイア。ポミーノは赤と白が認められていて、主要品種は赤はサンジョベーゼ、ピノネーロ、メルロ、白はピノグリージョ、シャルドネ、ピノビアンコという珍しいブレンドで作られます。ボルゲリは赤、白、ロゼが認められていて、主要品種は赤はカベルネ・ソーヴィニョンなどです。ボルドー品種を使用した産地として一気に名声を高めました。ボルゲリ・サッシカイアは赤ワインが認められています。単一ワイナリーに与えられた唯一の呼称です。サッシカイアはスーパータスカンに挙げられるワインです。トスカーナ産のワインとしてリリースするためにはサンジョベーゼなどのイタリア品種のブドウを使う必要があります。そのためカベルネ・ソーヴィニョンやメルローといったボルドー品種をブレンドしたワインの格付けは最下級のテーブルワインになります。それでも最高品質を作り続けることからスーパータスカンと呼ばれるようになりました。サッシカイア、オルネライア、ソライア、この3つがスーパータスカンに挙げられます。ウンブリア州はイタリア半島のほぼ中央に位置します。湖と川が多く水に恵まれていて、州土の 70% を占める緑の丘陵地帯は美しく、イタリアの緑の心臓と呼ばれています。ノルチャ地方で採れる黒トリュフが特産品です。 DOCG はモンテファルコサグランティーノとトルジャーノロッソリゼルバの2つで、いずれも赤ワインのみです。マルケ州はアドリア海沿岸地帯の中では一番北に位置する細長い州で、 69% が丘陵地帯、 31% が山岳地帯で、平野部はほとんどありません。 DOCG コーネロはアドリア海沿岸で最も優れたワインと言われ、古代ローマ時代よりその名が知られています。1950年代にアンフォラ型のボトルで世界的に大成功を収めた白ワインの DOC、ベルデッキオ・ディ・カステル・ディ・イエージが有名です。また、白ワインの中心となる品種は、土着品種のベルデッキオです。ラツィオ州の州都ローマは、古代ローマ共和国建国の地であり、イタリアの首都です。古代ローマ時代からブドウ栽培が盛んで、火山性土壌の丘陵地帯は日当たりも良くブドウ栽培に適しています。白ワインの生産が 72% を占めていて、爽やかで心地よいタイプのものが多いです。 DOCG はチェザネーゼ・デルピリオ、カンネリーノ・ディ・フラスカーティ、フラスカーティ・スペリオーレ。チェザネーゼはラツィオ州の土着品種として知られており、ローマ時代から権力者階級に愛されてきた長い歴史を持つワイン用ブドウ品種です。ローマのすぐ南に位置するフラスカーティでは、伝統的に甘口のことをドルチェと言わずカンネリーノと言います。アブルッツォ州は 65% が山岳地帯で、平野部は 1% しかありません。人より羊の方が多いと揶揄される州です。赤の DOC モンテプルチアのダブルッツォと白の DOC トレッビアのダブルッツォが有名で、コクのあるロゼの DOC、チェラスオーロダブルッツォも人気です。チェラスオーロとは、チェリーのようなの意味で、アブルッツォ州ではロゼを意味しますが、シチリア州では色の濃い赤ワインのことを意味します。モリーゼ州は、人口がバッレダオスタ州に次いで2番目に小さい州で、生産量の 71% が赤ワインです。地元消費のワインが多く作られていて、DOC、ビフェルノが有名です。イタリア中部地域は、ローマやフィレンツェなど独自の文化を実らせていて、東はアドリア海、西はティレニア海に面しています。ブルネロ・ディ・モンタルチーノやスーパータスカンなどの高品質な赤ワインを生むトスカナ州が最も有名ですが、アブルッツ州のモンテプルチアノやトレッビアノをはじめ、各種の土着品種から作られるカジュアルなワインも国内外で広く評価されています。本日はイタリア南部地域のワインについて解説を行っていきます。イタリア南部地域はアドリア海とティレニア海に囲まれ、
太陽の恩恵を存分に受ける産地です。テロワールにあった個性的な土着品種がひしめき、リーズナブルなワインからイタリアを代表する銘柄ワインが数多く生産されています。果実味が豊かで、太陽が感じられるおおらかなワインが豊富なのが特徴です。南部地域の州における最新のワイン生産量データをまとめると、赤ワインが 46.2%、白ワインが 53.8% の比率です。南部地域は赤ワインのイメージが強いですが、ワイン生産量の多いシチリア州が白ワイン 66% と多いため、全体の印象に影響を与えていますね。ちなみにイタリア全州でまとめてみると、最新の教本データでは、ワイン生産量1位がベネト州、2位がプーリア州です。試験対策としては、カンパーニャ州で作られる DOCG タウラージという偉大なワインがあります。シチリア州では、マルサラという主成強化ワインがスペインのシェリーやポルトガルのマデイラと並び世界的に知られています。その他各種のポイントをサクサク解説していきます。純吉のお店でもオンリストしているおすすめのイタリアチューブのワイン概要欄に貼っておきますので、ぜひポチってお試しください。それでは本日も楽しんで学んでいきましょう。イタリア南部地域はアドリア海とティレニア海に囲まれ、太陽の恩恵を存分に受ける産地です。南部地域の州は、カンパーニア、プーリア、バジリカータ、カラブリア、シチリア、サルデーニア。カンパーニア州は、風光明媚で、全州が観光地といえるほどの景観です。中でも有名なのが、州都のナポリです。古代ローマ時代には、カンパーニア・フェリックスと称えられ、温暖な気候と豊かな火山性土壌に恵まれ、ワイン作りに理想的な環境です。白ワインの生産が 50% を占めています。主要ブドウ品種は、白はグレーコ、フィアーノ、ファランギーナ、コーダデボルペ。グレーコはイタリア南部の重要品種で、カンパーニャ州でも広く栽培されています。コーダデボルペは、イタリア語で狐の尻尾を意味し、草が長く、狐の尻尾に似ているので、この名前がつきました。黒はアリアニコ、ピエディロッソ。アリアニコは、イタリア南部、特にカンパーニャ州とバジリカータ州で栽培されている重要品種です。色も濃く、タンニンが強い、雄大なワインを生みます。DOCG は、タウラージ、フィアーノ・ディ・アベッリーノ、グレーコ・ディ・トゥーフォ、アリアニコ・デルタブルノ。タウラージは、古代ギリシャからもたらされ、長い歴史を持つブドウ品種、アリアニコから作られます。古くから名酒として知られたワインであり、現代でも南イタリアで最も尊敬されるワインです。フィアーノ・ディ・アベッリーノ、グレーコ・ディ・トゥーフォは、いずれも古代ローマ時代から伝わるワインで、アベリノ県で生産されます。アリアニコ・デル・タブルノは、やや内陸のタブルノ丘陵で、古代ローマ以前より作られてきた非常に古い起源を持つ銘柄です。プーリア州はイタリア半島をブーツの形に例えたときに、かかとの部分に位置するイタリアで最も東にある州です。ワインの生産量は常にイタリアのトップの座をベネト州、エミリア・ロマーナ州、シチリア州と争います。一昔前まではヨーロッパ最大のバルクワインの供給地でしたが、バルクワインの需要が1980年代以降激減したため、生産者は自分たちで瓶詰めを行い、品質の向上に努めています。13世紀にフリードリヒ2世が建てた神秘的な城、カステル・デル・モンテは世界遺産に登録されています。このエリアで作られる DOC カステル・デル・モンテが有名なワインです。主要ブドウ品種は、白はボンビーノ・ビアンコ、ベルデーカ、黒はプリミティーボ、ネグロ・アマーロ、ネーロ・ディ・トロイヤ、ボンビーノ・ネーロ。プリミティーボはプーリア州で最も重要な品種で、早熟でアルコール度数が高く、濃厚な果実味とビロードのような味わいを持ちます。カリフォルニアのジン・ファンデルと同じ品種です。DOCG はカステル・デル・モンテ・ボンビーノ・ネーロ、カステル・デル・モンテ・ネーロ・ディ・トロイヤ・レゼルバ、カステル・デル・モンテ・ロッソ・レゼルバ、プリミティーボ・ディ・マンドゥーリア・ドゥルチェ・ナツアレ。なんか早口言葉みたいですね。カステル・デル・モンテ・ボンビーノ・ネーロは DOCG としては珍しくロゼの銘柄です。
ボンビーノネーロ主体で作られるやや濃いめの美しい色調が特徴です。13世紀にフリードリヒ2世が建てた神秘的な城、カステルデルモンテは世界遺産に登録されていて、カステルデルモンテの名の付く銘柄はこの地域周辺で作られます。バジリカータ州はイタリア半島をブーツの形に例えたときに土踏まずの部分に位置します。石灰岩に掘られたマテーラの洞窟住居は世界遺産に登録されています。ギリシャの植民地時代からこの地のワインは有名で、その時代にギリシャ人によってアリアニコが持ち込まれたとされています。赤ワインの生産が約 82% と多いのが特徴で、山岳地帯が多いためワイン生産量は少ないです。唯一の DOCG であるアリアニコ・デルブルトゥル・スペリオーレは、同じアリアニコで作られるカンパーニャ州のタウラージと並んで、南部を代表する長期熟成タイプの赤ワインです。カラブリア州はイタリア半島をブーツの形に例えたときに、つま先の部分に位置します。またイタリア半島南端に位置し、南西はメッシーナ海峡を隔ててシチリア州と接しています。主要産業は農業で、中でもオリーブオイルの生産量はプーリア州に次いで第2位です。赤ワインの生産が約 77% と多いのが特徴ですが、山が多く、ブドウ畑は海岸線に点在するため、生産量は少ないです。古代ギリシャ人がイタリアをエノトリアテルスと呼ぶようになったのは、カラブリア州のイオニア海岸沿いのブドウ畑を称えてのことでした。DOCG はなしで、DOC のチロが最も有名な銘柄です。古代オリンピックの勝者には、カラブリア州のクリミサというワインが与えられていましたが、これがチロの祖先であるとされています。シチリア州はイタリア最南端に位置し、イタリアで面積最大の州であり、地中海最大の島です。シンボルは島の北東部に位置するエトナ火山で、今でも活発な活動を続けています。シチリア州はベネト州、プーリア州と並ぶワインの大生産地です。戦後の高度経済成長期には大量のバルクワインを供給すると同時に、4から5社の有名ブランドのフルーティーで親しみやすいワインが国内市場に広く知れ渡りました。2000年以降は独自のテロワールを表現したワイン生産に力を入れており、エトナ、パキーノ、ファンテレリアなど興味深いテロワールに注目が集まっています。白ワインの生産が約 66% と多いのが特徴で、ネーロダボラから作られる辛口赤のテラスオロディビットリアが唯一の DOCG です。その他にエトナ火山周辺で作られる DOC エトナ、甘口のパッシートタイプの DOC マルバジュア・デッレ・リパリ、主成強化ワインの DOC マルサラが有名です。マルサラワインはシチリア島の最西端で作られるイタリアを代表する主成強化ワインです。主成強化ワインは、ワインを醸造する際に高アルコールの蒸留酒を加えて、アルコール度数をおおよそ15から22度に高めたワインのことです。ポルトガルのポートワインとマデイラワイン、スペインのシェリー酒を合わせて世界三大主成強化ワインとされていますが、そこにイタリアのマルサラワインを加えて世界四大主成強化ワインとも呼ばれます。マルサラワインはオークダルで熟成することが特徴で、それにより木やカラメル、アーモンド、バニラなどの香りが楽しめます。醸造方法は、まずグリッロやカタラットといったブドウ品種を使い、自然に止まるまでアルコール発酵させたワイン、ワインから蒸留した主成強化用のアルコール、ブドウ果汁のアルコール発酵中に蒸留酒を添加して発酵を止め、ブドウの甘味を残したミステッラと呼ばれるもの、ブドウ果汁を煮詰めたモスコットと呼ばれるもの、この4種類を作り、それぞれを混ぜ合わせオークダルで熟成させることで作られます。また熟成の年数の違いによっていくつかの呼び名が決められています。1770年代、ジョン・ウッドハウスというイギリスの貿易商人が悪天候に見舞われた際、なんとか近くの島に避難します。そこがシチリア島のマルサラでした。ウッドハウスはその地でマルサラワインを飲み、その味わいが当時イギリスで流行していたポートワインやマデイラワインと似ていることに気づきます。イギリスに持ち帰ろうとして
長い渡航で腐らないようにアルコールを添加したことがマルサラワインの原型となっていると言われています。サルデーニャ州はシチリア州、ピエモンテ州に次いで面積は3番目に大きい州で、地中海でシチリアに次いで2番目に大きい島です。人々は基本的に丘陵、山の民族で、魚より羊の肉を好むと言われています。海を越えての貿易はあまり積極的ではない民族だったようで、独自の文化や習慣が今なお色濃く残っています。その姿勢はワイン作りに対しても同じで、1970年代末からのイタリアワインルネッサンスと呼ばれる近代運動にも無関心でした。そのため、興味深い固有品種や個性を持ったワインが多く見られます。白ワインの生産が約 50%、すべての県でワインが作られていますが、生産量はシチリア州の 10% 程度で、これはイタリア20州の中でも少ない方です。ボッタルガが特産品で、白ワインの DOCG、ベルメンティーノ・ディ・ガルーラが唯一の DOCG です。本日の内容はここまでです。このチャンネルではワインソムリエ試験の対策をコンテンツの目的として、学ぶって楽しいをコンセプトにお届けしています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。